はい、こんにちは、翔太です。ポケットモンスターソードシールドのシングランクマッチやってきます。そね、前回の動画と多分コーチか同じだと思うんですけど、まあ、ラッキーがねこの試合は多分生きると思ってて、ラッキーで暴れていきたいですね。選出どうしよっかな。バドラッキーザシアンとかでもいいんだけど、まあ、オーガとディアルガを受け入れるのが結構でかくて、でボルケニオンはザシャンで多分吹っ飛ばせるんだよな。そう考えるとまあゼックなんだけど、重いの僕ゼックでダイマ切りたいけどさ、待ってダイマ切りたいけど、多分マイルチャンスがそんなにない上にディアルがいるからね、まあ、そういう意味だと多分イベルのダイマを切りに行く方が強いかな。いやーでもね、バドのストッパー性能にかけたい感じもある。所定もちょっと難しくて、まあディアルガから入られなければ何でも基本的に出しでいいでしょ。裏ラッキー置くのも確定で、アット1。まあバドが強めには見えるが、で相手はイベル考えると、いやでもね、ザシラッキーって投げてる結構イベルに強いんだよな。僕イベル好きだからイベル投げよう。イベル好きだからっていうか、イベルがなんだかんだ強いからね。で、相手のイベルに対してはダイマ切らせて、僕だけ一方的にラッキー引いて、返しのイベルで誰も止めれないみたいなこと発生するから、それでいいんだよな。とりあえず初手が、そう来るよね。いや、このルールのね、ディアルガは結構厄介者でね、禁電が1体とか2体しか使えないんだったら、このディアルガ一発芸にしかならないんだけど、6体使えるとね、こういうディアルガが、実は非常に、困る話があるんですよ。ただまあここダイマックスでしょう、どう考えても。それに対してラッキー引きのタクが残るっていうのがさ、受け側の強さっていうか、受けを相手にしてる時に受けの強さだと感じる部分なんだけど、こういう展開がね。ただね、この後普通に出てくるやつにね、なんかラッキーが隙を見せすぎてやられたい放題して全滅するっていうのはよくあるパターンだからね。まあでもこれはでもさすがに裏のイベルが多分誰も止めれないから、相手ダイマックスなしじゃ、まあ、せいぜいゼクロムぐらいなんだけど、ステロを先に撒いちゃえば何も心配いらないかな。でディアルはダイマされないとプレスが結構危ないんだけど、ダイマされるとめっちゃ楽になるから、何も怖い技ないからね。なんなら次のサイクルの方が危ない話はあるんだけど、ここでもステロ撒くメリットめっちゃあるよな。即引くのは偉いね。即引く以外ないんだろうけど。ゼクロム。こっからのね、竜舞が非常に驚異的なんですが。だから相手ダイマないからね、もう。こっから多分雑誌で詰めれるんじゃないかな。とりあえずここは竜舞ケアで。竜舞に僕引くと負けるから、そうそう。で、逆にこれ甘えるから通ると、A が相手下がり続けるから、受かるんすよ。ラッキーで。これやばいよな、マジで。ゼクロムにね、隙見せないのこんな強いと思わなかったからね。ランドロス、まあ、普通に殴ってくる人が多いからね、結構死んじゃうんだけど。ここは、海連打でもいいんだけど、あ、海連打だな、さすがに。殴ってくる。これね、この次の甘える込みで、なんとね、これしか入んないんですよ。バグでしょ、これ。どえらいバグだと思うんだけど。で、こっからは相手ステロ蓄積タイム始まるから、一方的に僕のペースを押し付けれるっていう、暇になったら歌います。歌うがね、一回でも通ると、こういう展開になるんですよ。で、裏ディアルガとアット1なんだけど、それがまあ誰かによるかな。ただディアルガさえ削っちゃえば、イベルを、あ、イベルじゃないわ。ザシアンも多分基本的には止まんないはずで、まあ、オーガがいるんだったらね、また話変わってくるけど。相手今何個下がってる？マイナス2か。歌うチャレしに行ってもいいけどな、全然。歌いに行こう。急所とか考えたら、多分ここもう一回甘えに行くより、そう、次竜舞されても歌えるから、歌
たった方がいい。まあ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 、まあ、外してもいい場面で打つから歌えるはね強いと。これまた甘えてで一旦余るからね。これでも歌うよりさ、こうなったら投げたいんだよな本当は。雷撃バッコン飛んできて、マジで硬すぎるんだろこいつ。特殊受けだよこの人、いいのって感じの性能になってるけどねこのポケモン。海に行って、これなんなら歌わずにさ甘えまくって雑誌引く方がえらい話あるけどな。その方がちょっといい話もあるけど。で、大裏を考えるとまだ僕もちょっと油断できなくて、マイナス2でしょ。 S が上がってるだけがな不安要素なんだよな。いや、さすがに急所考えたら早めにやっぱ歌って聞く方が偉い。でマイナス1になればザシアン最速置きされても大丈夫だから。あ、2連外しはまあまあ困るけど、それは聞いてないが、まあ、相手はこれで急所狙っていくしかないんだよね。あ、もう一回待ってきた。それはちなみに歌えるチャンスが1回増えるんだよね。これもあときついの急所ぐらいだな。やべえ、ラッキー強えなめちゃくちゃやめれなくなるわ、こういうことやってたら。ここもう一回甘えてもいいけどな。まあ歌うか。でマイナス2で殴られる分にはそんなに痛くないから、あ、そうそうそう、こんなもんで済むから、まあ、大金当てたしはちょっときつそうだけど死に出しは全然いけるって感じかな。でラムだと非常にうざい。まあ、ラムか。ここは甘えてよし。まあ、弾じゃなかったらデクロマはほぼほぼなんかラムだよね。あ、オッケー。突破手段なかったね。にちゃにちゃ。じじ。はい、じゃあそのまま続けて2戦目やってきます。この試合ラッキーぶっ刺さりだからぜひ投げたいんだけど、ラッキー投げるとまあ必然的に雑誌に引けないと話にならないから、まあラッキーヌオって選出になるかな。だこれで割と広く見れてるから、でラッキーの見れる範囲がね、この試合はエグいから、あとまあマーシャドウと、そこら辺に対してケアが効けば、だからマーシャドウにも、まあヌオはホロを切られない限りにはまあまあ出せるから、ホロを使わせちゃえば、シャドウスチール打たれないんで、詰めれるんですよ。でそうなるとね、まあゼックかザシアンかな。ただザシアンだとさすがにあれか、ダイマーが僕誰も切れないからちょっと弱いか。だからラッキー投げない、投げるんだったらさすがにヌオいないと、ザシアン無理だよな。ラッキー投げない話があるかって言われると、ディアルガに他勝てないから。まあ必然的にそういう選出になるかな。それだったら僕裏ゼックを置きたいかな。で、割ときつめなのは、まあ、所定ラッキーかな。ディアルガから来るにしても、何にしても。裏はゼックロムでいいと思うんだよね。ゼックロムだよな。さすがにね、あとイベルが、まあ、ラッキーだけだと結構不安があるから、そこ考えると。ね、初手、まあ、このルールのね、イベルは特殊型がさすがに強いから、物理型はね、打ち合い性能がやっぱり特殊型の方が高いんだよね。ダイヤークの D ダウンがめちゃくちゃ強いから、マーシャドから来る。それは一番思っても見ないものから来てしまっていて、ここはヌオ引きからっすね。ただヌオをね、僕の感想、まあまあマーシャドにはいけるからね。ダイマ切ってくれるなら全然いいから。ああ、これ火力ありやったじゃね。いやでも次さすがに耐えるっしょ。で、リュウバイさえできれば雑誌も多分いけるから。いやでも弾じゃないのが不安だけどな。まあでもまあさすがにインファが最大打点だから。引いてくる。
ここで大魔王を切るのはね、僕の裏下では結構弱くなっちゃうんですよ。イベルタル、ただ僕ヌオを切った場合には裏そのまま全抜きしないといけないんだよな。でステロも負けてないからそこなんだよね。ただラキヌオって見えてて、まあ、ヌオを始末すれば相手視点はザシアンが通るように見えるだろうから、で僕がバドだったとしてもマーシャローで対応効いてるでしょ。ここ突っ込むと思うんだよな。少なくとも雑誌引きはないんじゃないかな。ラッキー投げて引くかな。引かないと思うんだけどな。これ裏雑誌案選出してると思うんだよね。こう突っ込むと思うわ。オッケー。でこれでこの人寝るから、あ、オッケーオッケーオッケー。でヌオ残ったでしょ。まあラッキーこの試合はステロ巻いて退場でいいかな。たまあ、ステロはね絶対巻きたいんだよね。ここマーシャドウに即引いてくるかな。まあ、甘えてもいい盤面ちゃいい盤面なんだけど、だ雑誌に対して甘えた時がちょっと裏目か。でもマーシャド遅く出てくるんだったらステロはダメなんだよな。甘えたいんだよな。そうじゃないんだったら、いやこれマーシャド遅く出てくるわ。ステロ考えても何考えても僕ならすぐ引くね。雑誌ちょっとやめてほしいけど、あ、オッケー。マーシャドウに甘えるが通ってしまっていて、で、シャドウスチールはラッキー効かないので、能力パクられんのかな？どうなんだろう。どっちにしてもここはステロ巻きたいけどな。インファで多分耐えると思うんだよね。どうですか？あ、オッケー。ステロ巻けるね、これ。結構食らうけどな。で、イベルは寝てるから OK でしょ。まあ海で甘える合わせてステロ負ければ強いな。さすがに落ちる。で、まあイベルの最速補強を切ってゼクロムで詰める感じかな。ここはヌオからでいいね。で相手ダイマキルなら僕ジェットをしてっていいけど、でも竜舞しないとな。あの竜舞してダブルウィングで処理するのが一番いいか。だからなんだかんだね、こう再生が一番強いと思ってるけどね。これで裏ディアルがいたらちょっと困るな。でもディアルがあったら先に展開しないとさ、雑誌に研磨されるとかさ、お止めれなくなった場合が多分リアル側が何も役立たないで死ぬから、それはないんだよな。再生押すかどっち押すかみたいなところだけど、あくび押すか。いやでもね、ヌオのヒットメイト取っときたいんだよな。できればインファー、いや結構効くね。残飯込みでギリギリ受かってる感じかな。で、イベル引きにあくび押すのが一番美味しくなくて、イベル引きのタイミングで再生できるのがベストなんだけど。マーシャロ突っ込んでくるんだったらあくび押したいんだよな。でもどっちみち再生連打でいいか。ダイマ切ってきたらさ、いや、ダイマ切りそうだな、ここ。あくび押すか。多分ダイマ切るんじゃない。あ、ヒーターだったらまあ再生したかったけど、イベルでしょ。あ、オーガー、これはさすがにゼクロム通るね。でステロ入ってるのが結構効いてるから、マーシャドウのさ、シャドウスチル無視できるの意外とラッキー。ラッキーで甘える止められないんだよな。強くて受けるわ。
くび入ったのマジで神だ。でこっからはあくびステロ展開できるから、いやこれはねちょっと楽になったな。イベル出すの相手めっちゃ無駄でしょ。マーシャと考えると再生か。ラム王がさすがにないと思うから。オッケー。降参されんのちょっと早かったけど、まあ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 、じいじ。お疲れ様でした。ちょっとラキヌ王ちょっとあるかもね。ラッキー意外と最初弱いと思ったけど、ちょっとありかもしれん。あ、お疲れ様でした。